今日は吉祥寺ハモニカ横丁にやってきました。道狭いよね。左側はいきなり宝石屋さんだ。このご時世だから結構シャッター閉まってるお店ばかりだね。おでん屋さん頑張ってやってるよ。歩いた時は気づかなかったけど、ここ団子売ってたんだね。お花屋さん、軒先まで花いっぱい。飲んでる最中、お隣の店から漬物買えるのかな。左はあまり映ってないけど、メンチカツの佐藤、右は羊羹が有名な店だよね。道を逆走します。ミンミンは小さな店だけど、餃子が超有名だよね。以上、超短い動画だったけど、ご視聴ありがとうございました。